日本代表にたどり着けなかった選手もいます。どうも一生底辺の補欠カラスです。今回は日本代表にたどり着けなかった天才選手を紹介していきます。安永宗太郎。安永選手は高校3年生にしてアンダー20日本代表に選ばれた逸材で、高卒で横浜 F マリノスに加入すると1年目から出場機会を獲得していました。しかし徐々に試合に出られなくなると、1997年にテストを経てスペイン2部の UE リエダに加入します。そして日本人で初めてリーガでプレーした選手になると、リーグ戦34試合4得点と結果も残し、 A 代表の候補にも上がるようになりました。そして1999年清水エスパルスに移籍すると、前評判通り1年目から活躍しますが、2001年には新たにやってきた監督の選手に責任を負わせるような態度に対して不満を抱き、頭悪いんじゃないですかとメディアで発言してしまったそうです。これをクラブが問題視し、安永選手は謹慎処分を受けると手を差し伸べてきた古巣のマリノスへと復帰しますが、ここでも監督と衝突してしまい、事実上戦力外となってリーガ2部のクラブへレンタル移籍することになりました。そしてスペインではまたも高評価を得た安永選手でしたが、マリノスの復帰要請により帰国します。しかし1年半後の2004年に戦力外通告を受けてしまい、翌2005年には柏レイソルでプレーするも1年で引退となってしまいました。引退後は解説者、そしてコーチ業や監督業も経験しましたが、1回目のスペイン挑戦の時にそのままスペインに残っていたらと思うと惜しく感じますね。ちなみに安永選手の息子の安永レオ選手は現在 J2 水戸でプレーしていますが、父親の悔しい思いを晴らしてくれると嬉しいですね。船越雄三。船越選手は194センチ88キロと日本人離れした恵まれた体格を持つフォワードで、長崎の名門国見高校で育つと、1993年のアンダー17世界選手権ではエースストライカーとして中田英寿選手たちと共にベスト8進出を経験します。そして高校を卒業した1996年に鳴り物入りでガンバ大阪に加入しますが、熱望していた海外留学をするためにオランダ2部クラブへ加入します。その後間もなくして出場機会を得ると、リーグ戦18試合出場2得点という結果を残し、まずまずの評価を得ていました。そしてこの時他のヨーロッパクラブへの移籍の話もあったそうですが、ガンバの要請により帰国することとなります。しかし帰国後はあのエムボマ選手の存在により船越選手の出場機会はほぼなく、1999年にベルマーレ平塚に移籍します。そして船越選手はベルマーレでも不調に陥ると夜遊びにふけることが多くなり、チームの J2 降格もあって22歳で戦力外通告を受けてしまいました。船越選手はそれまでは結果が出なくてもなんとかなるやろと思っていたようですが、いざ危機感を感じてもプレーする場所がなく途方に暮れてしまいます。しかしそんな時に翌2000年にベルマーレの監督に就任した加藤久志さんが、俺がクラブに行ってやるからもう1年やってみろと船越選手に手を差し伸べたのです。この言葉に奮起した船越選手は練習生という扱いで復帰して、まずは基礎的な体作りから始め、2000年3月にベルマーレと再契約することができました。しかしベルマーレの監督交代もあって船越選手は結局1年で契約満了となってしまいました。その後2001年には J2 の大分トリニータに加入して27試合出場で9得点の活躍を見せると、ちゃんとした生活でちゃんとしたトレーニングをすればまだ俺できるんだと自信を取り戻したそうです。その後も A 代表に選ばれることはありませんでしたが、新潟に5年、ヴェルディに3年在籍して2度のアキレス腱断裂の大怪我がありながらも J2 通算28得点と J2 の舞台では活躍を見せ、33歳で引退しました。現在は指導者となりアンダー18日本代表の監督やアンダー20日本代表コーチを務めていますが、高卒でガンバで活躍していたらどうなっていたのかも気になりますね。カレン・ロバート。カレン・ロバート選手は小学校の頃から柏レイソルの下部組織で育ち、ユースへの昇格の道もあったそうですが、名門市立船橋高校へ入学を決めると2年生になってから頭角を現し、高校サッカー優勝も経験します。そして3年生の時には天皇杯でその年の J リーグ王者横浜 F マリノスと対戦すると、前半7分までに2点先制されるという苦しい展開となりましたが、カレン選手は3人のマリノスディフェンス陣相手に1人でドリブル突破して同点弾をアシストするなど攻撃陣を牽引して活躍しました。試合は結局 PK 戦の末に敗れてしまいましたが、大金星まであと一歩のところまで追い詰め世間に衝撃を与えました。この試合を見たファンからはカレン神などといった声が上がっていました。またマリノスの選手としてセンターバックで先発出場していた現 YouTuber の那須大輔さんは、めんどくさい選手が多かったと手を焼いていたことを話していました。そんなカレン選手は高卒で名門ジュビロ磐田に入団すると、2年目に J1 で31試合13得点と結果を残し新人王に選出されます。当然のように世代別代表にも選ばれていましたが、そこでは結果を残すことができず、その後ジュビロでの出場機会も減ったこともあって北京オリンピックのメンバーからは落選してしまいました。さらに2010年夏にはジュビロから契約満了を言い渡され、いくつかのクラブの練習会を回って新天地を探す生活を強いられます。
。そして無事 J2 のロアッソ熊本に加入が決まると、ここで再起を果たし、半年後には練習会を経て契約を勝ち取ったオランダ一部のフェ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 ンローに加入します。そしてここでクラブの一部残留にも大きく貢献すると、翌年から10番を背負って活躍し、一部のファンからは A 代表招集を求める声も上がるようになりました。しかし A 代表入りは実現せず、その後カレン選手はプレミアリーグのクラブへの移籍を目論みますが、失敗に終わってしまいます。そしてアジア各国のクラブを回った後、詐欺師のような代理人に振り回され、無所属の期間が続いてしまいました。最後は2018年にイングランド7部のクラブに加入して半年プレーした後に現役引退を決意し、現在はカレン選手自身がオーナーを務める千葉県一部リーグの房総ローバーズ木更津 FC で選手兼クラブオーナーとして J リーグ加入に奮闘しているようです。未来の日本を背負うと期待されたカレン選手が、何度も挫折を繰り返しながらも今なお大きな目標に向かって頑張っていることを考えると、僕も早く底辺脱出できるように頑張らなきゃって思ってきました。玉野潤。玉野選手はヴェルディの下部組織で育ち、1999年の中学3年生の時に国際大会で高く評価され、名門アトレティコマドリードのユースに加入しました。玉野選手本人は当時を世界で一番自分が上手いと思っていたと振り返っていました。アトレティコ時代には元スペイン代表フェルナンド・トーレス選手とツートップを組んでいた時期もありましたが、フィジカルやスタミナ面で悩み3年で帰国してしまいます。その後はヴェルディのユースに復帰すると、高校3年生で J1 デビューを果たしますが、ゴールを記録するもなかなか主力をつかむことはできませんでした。そして2006年には戦力外になると、国内クラブを転々としながら2009年に引退し、その後は解説者やクラブ経営などセカンドキャリアに奮闘しています。中学時代は無双し、輝かしいサッカー人生を歩んでいた玉野選手は、神童の呼び声も高かったようですが、皆さん的に最も神童と呼ぶに値すると感じる日本人選手は誰ですか？コメント欄で聞かせてください。比嘉公平。1990年生まれで、少年時代に世代最強と呼ばれていた比嘉選手は、柏レイソルの下部組織で成長すると、12歳から世代最高峰の選抜にコンスタントに選ばれていた逸材でした。ところが17歳の時、比嘉選手のサッカー人生を狂わせてしまう事件が起こります。2008年1月の中国代表との試合、比嘉選手は中国選手のラフタックルを受けて右膝の半月板を痛めてしまいます。しかしチームは交代枠を使い切っていたため、比嘉選手は残り時間は数分だったこともあり、足を引きずりながら根性でプレーを続けます。とその時、比嘉選手はぬかるんだピッチに足を取られてしまい、負傷した右足をかばっていた左膝も負傷、後日左膝前十字靭帯損傷、両膝の半月板損傷という全治7ヶ月の重傷と診断されました。その後柏のトップチームに昇格し、実戦に復帰するも怪我を繰り返してしまいます。それでも2年後に JFL の秋田に移籍すると、30試合で7得点を挙げ、その翌年に J2 の山形に移籍します。山形では3年間で J2 44試合4得点と結果を残して、2014年にはクラブの J1 昇格にも貢献しましたが、2016年に26歳の若さで引退しました。元日本代表斉藤学選手は、比嘉は俺らの代で一番の選手と振り返り、柏の下部組織時代からのチームメイトでもあった酒井宏樹選手は、中学の時フォワードだった自分のポジションが変わっていったのは同じフォワードに比嘉がいたからと回想していました。本当にスポーツマンシップに反するラフプレーだけはやめてほしいですよね。加納健太。次は天才肌ミッドフィルダーの加納健太選手です。加納選手は1993年の J リーグ開幕戦に影響されてサッカーを始めると、名門静岡学園高校では1年生から主力をつかみ、高い技術力を生かした創造性あふれるプレーで天才ファンタジスタと呼ばれるようになりました。それゆえに J リーグの複数クラブで争奪戦が行われた結果、2005年に横浜 F マリノスに入団することになりました。マリノスに入団してからはなかなかレギュラーをつかめなかったものの、試合に出れば存在感を見せ、世代別代表にも選ばれていました。そして4年目の2008年、クラブが不振に陥って残留争いに巻き込まれると監督が交代します。加納選手は新しくやってきた監督に重宝され、ゲームメーカーとして持ち前の力を発揮し、クラブの残留に大きく貢献しました。さらに翌年2009年には主力に定着して J1 で28試合4得点と結果を残し、金髪ヘアも相まって存在感を見せました。しかし2010年にマリノスのアイコン、元日本代表中村俊輔選手が復帰すると、同じポジションで近いプレースタイルの加納選手は次第に出場機会が減少してしまいます。さらに2012年に右足首捻挫の怪我を負うと、回復後も違和感が取れず満足にプレーすることができないまま戦力外通告を受けてしまいました。その後は柏、川崎、徳島と渡り歩いて2020年に引退しました。そんな加納選手は現在川崎フロンターレでコーチを務めていますが、怪我がなかったらと思うと少し悔しい気がしますね。小松原学。小松原選手はベルマーレ平塚のユースで育つと、1998年には高校2年生ながら J リーグで出場し、当時の J リーグ史上最年少出場記録を更新します。さらに世代別代表にも飛び級で選出されていて、中田
秀俊の次に海外へ行くのではないかと噂されていました。元日本代表の稲本潤一選手や中澤佑二選手は衝撃を受けたと当時を振り返っていました。そして高校3年生で迎えた1999年には J1 で25試合4得点と結果を残します。その活躍ぶりと期待度から当時の月収は本人曰くなんと100万円以上で、18歳になってすぐに約400万円のアメ車を買って乗り回していたそうです。僕とは真逆の生活で羨ましいです。しかしクラブは1999年に J2 への降格が決まり、翌年2000年には小松原選手は怪我をしたにもかかわらず的確な処置が行われず満足したプレーができなくなっていきます。そして2002年に当時 J2 の甲府に移籍するも1年で契約満了が言い渡されてしまいます。さらに不運なことに詐欺にも遭ってしまい、ギャンブルで生計を立てていた時期もあったそうです。しかしサッカーをやめきれず1年ほど経った時に JFL クラブに入ると活躍を見せ、古巣のベルマーレから復帰の打診もあったそうですが、怪我もあって24歳で引退を決めることとなりました。その後は深夜にバイトをしながらローンを借りて学校に通い、柔道整復師、あんまマッサージ師の資格を取得したそうです。そして28歳の時には立ち上げたサッカースクールの練習場所のために知り合いの約1400坪ある雑木林を伐採して土を鳴らすところからグラウンドを作ったそうです。すごい行動力ですね。現在は小中学生のサッカー少年の育成も続けながら鍼灸院をやっていて、芸能人とも交流があり、ケツメイシのツアーにも鍼灸師として帯同したそうです。引退後のキャリアを見てもいろんな才能があるような感じが伝わってきますね。川野博樹、川野選手はベルディの下部組織で育つと世代別代表にもコンスタントに選出され、結果も残していました。そして高校3年生でトップチームデビューすると、左利きの天才ドリブラーとして注目を浴び、168センチという小柄な体格もあって一時は和製メッシとも呼ばれていました。しかしベルディでは主力だったものの、必要以上に甘やかされていた、もっと早く移籍を決断してもよかったと本人も振り返っていて伸び悩んでいたそうです。そして2012年に FC 東京に加入し、翌年2013年にはスペイン2部のクラブからオファーを受けました。しかし FC 東京側から慰留を受けて残留を決意すると、2014年から16年までは主力としてプレーしていましたが、その後は怪我もあって出場機会は減ってしまいました。そして鳥栖、ヴェルディと渡り歩き、2021年からは関東5部の南葛 FC に加入するも、昨年11月に退団しました。現在は所属先が決まっていない模様なので、早くどこかのチームで調子を取り戻して活躍してほしいですね。市木太郎、市木選手は当時世代最強と言われた財前信行選手たちとともに現ヴェルディの下部組織で成長すると、世代別代表では主力をつかむようになります。そして先ほど紹介した船越雄三選手も出場していた1993年のアンダー17世界選手権では、日本代表の正ボランチとして全4試合に先発出場しました。しかし高校3年生の時に腰のヘルニアを発症してしまい、翌年にヴェルディのトップチームに昇格してからもリハビリに専念せざるを得なくなり、長い期間実戦から離れてしまいます。さらに親からの影響もあって文武両道を心がけていて、大学受験のために予備校に通っていたことも重なり、チームと一緒に練習することはほぼなかったそうです。そして中央大学に入学したプロ2年目の1996年、腰の状態は良くなり、サテライトでは試合に出場していたものの、ヴェルディの層の厚い選手の中で公式戦に出場することはなく、3年目の97年に戦力外通告を受けて、翌年からは中大のサッカー部に入部することになります。そして卒業後の2000年に JFL のソニー仙台に加入すると、仕事をしながら2005年までプレーしました。現在は仕事に専念しているそうです。プロでありながら予備校に行ってマーチ合格は驚異的ですね。山崎幸太郎、山崎選手は静岡県の清水東高校で1学年下だった元日本代表の高原直弘選手とツートップを組んで活躍していた選手です。当時同じ静岡の清水商業で山崎選手の1個下だった小野伸二選手も、僕らの高校時代幸太郎さんは本当に神様でしたと振り返るほどだったそうです。そして山崎選手はアンダー17日本代表でキャプテンを務め、自ら得点を決めて年代別代表での初のアジア制覇に大きく貢献しました。そして高卒で名古屋グランパスに入団しますが、山崎選手は大学進学への希望も強く、同時に中京大学に入学しました。しかしグランパスでは出場機会が得られずにいると、山崎選手は大学卒業に専念したい、大学日本一を取りたいという気持ちが強くなり、名古屋グランパスを退団して大学のサッカー部に入部という珍しい選択をします。最初は環境の変化に戸惑いながらも、2000年には中京大学を日本一に導き有言実行を果たしました。同時に大学最優秀選手を受賞した山崎選手は2001年に清水エスパルスに入団しました。しかし怪我もあって試合に出れず、2003年に移籍したヴァンフォーレ甲府ではクラブの J1 昇格にも貢献しましたが、2007年に29歳という年齢で引退しました。プロ1本に絞るのではなく、大学も重視した2人の選手を続けて紹介しましたが、皆さんだったら高卒でプロにも大学にも行けるってなった時にどちらを選びますか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。宮原裕二、
宮原選手は高校サッカー界で無類の強さを見せて高校サッカー3冠という偉業を達成した東福岡高校の一員です。高校時代は元日本代表の本山正史選手とツーシャドウを組み、2人とも天才肌として名を轟かせていました。宮原選手も世代別代表にも選ばれるほどの選手でしたが、名古屋グランパス入団後は出場機会をつかめずに3年で戦力外となってしまいます。そしてテスト生として入団したアビスパ福岡では2年目で10番を背負って活躍するも、3年目にはチームの戦術変更によって出場機会はゼロになり、その後はいろんなクラブを転々としていました。そして2009年に再びアビスパ福岡に戻って J2 で36試合に出場しますが、契約満了となると同時に29歳で引退しました。その後はコーチ業を務め、アビスパでは冨安健洋選手などを輩出し、今年からはヴィッセル神戸のトップチームでコーチを務めています。コーチを務めていた時の選手が世界で活躍してくれるとすごい嬉しいでしょうね。今回は天才と呼ばれながらも日本代表にたどり着けなかった選手を紹介しましたが、日本代表で期待するほど活躍できなかった選手はこの動画で紹介しているので、ぜひ見てみてください。というわけで動画が面白かったと思ったら高評価を、凡人以下の僕にも期待してくれる人はチャンネル登録もお願いします。それでは皆さん、さようなら。